ノーザンプトン級従順のルイビルです。かの対戦では、空母の支援をしたり、訓練艦をやったり、戦艦隊の迎撃をしたり。あ,あら訓練艦をやったのは、もっと前のことでしたっけうーん、どうでしょう。 従順ルイビル、母校に到着しました。これより指揮官のもとにあ、そういえば、指揮官の執務室はどこでしたっけこっちではなさそうだから、あっちあの、すみません。道を聞いてもよろしいでしょうか。 今日のお仕事の内容は母校の視察、演習計画の確認、親善会の参加に。ん朝は最初に何をするんでしたっけ指揮官の今日の予定を頑張って覚えるようにお覚えるだけなんて。 ハードルが低すぎませんかじゃあ、この後の予定はえ、えっと。ラッキールートをよく飲みに行くんですよ。あ、でも飲んだ翌日には、その時の記憶を全然覚えていないような。 見よってないのに。お仕事の内容はしっかり覚えていますよ。うん。ライビルだって頑張ればこれぐらい普通に覚えられるんです。仕事に集中しすぎると周りのことが見えなくなりますし、いつも覚えていることも忘れちゃうんです。 どんなにスケジュールに追われても、頑張るのはほどほどにした方がいいですよ。何かありましたか、指揮官。ああ。今、触りましたあら。確か。 やらないといけない任務がまだあったような。指揮官、もう一度チェックしませんか任務完了です。覚えているうちに報酬を受け取っておいた方がいいと思いますよ。お手紙が届きました。まず、こちらから開封して。 あらどっちが新しいお手紙でしたっけ指揮官、覚えています指揮官、お帰りなさい。差し入れに栄養満点のお弁当を作りましたから、しっかりお召し上がりになってくださいね。一緒に食べないかって うん、じゃあ。あら。私の分は、用意していませんね。誰か帰ってきましたかもう、委託チームだってわかっていますよ。指揮官、からかわないでください。強化成功しました。 これはすごいことですよね。レディールー、参戦しますルイヴィル、MVP をいただきました。これはすごいことですね。敗北したようです。指揮官、このルートで逃げましょう。 目標に集中。打ちますいざという時のための撤退経路を。仲間を悲しませたり、傷つけたりしてはダメ。これだけは覚えておいてください。指揮官、そろそろ休憩時間ですよ。 差し入れのお菓子でも、ついさっき飲み物を持ってきたばかりですか言われてみれば確かに。今日は指揮官の仕事を手伝いに来ました。いつも疲れているようですし、私でも力になれると思って。昨日、 約束していましたあ、あ <laughs> はたら、大丈夫でしょうか。指揮官、今日のお書類を全部整理しました。時間あ、ごめんなさい。私ったら、つい時間を忘れてしまって。 どうせまだ終わっていませんし、もう少し続けても。はあ、あ、いけない。執務室でいつの間にか寝てしまいました。あ、あれ私、なんでここに 指揮官の仕事を手伝っていた、ですかあら、私、そんなにいいことしましたっけ指揮官、もう、何をぼーっとしているのですか次は、誓いの言葉を。おまずは、キスですか い,いいですよ。順番を忘れていたのではなく、少し手順を飛ばしたいだけだって分かっていますから。も、もう少し先に進んでもいいですからね。指揮官、こちらはご注文の。えー と、確か、伝票に書いてあったような。あれ伝票を、どこに置きましたっけうー、指揮官の注文を間違えてたら、大変なことに。指揮官、飲み物のお代わりはいかがですか模擬店ですから。 お題とかは心配しなくてもいいですよ。指揮官は、うさうさの格好が好みだと覚えていますが、実際、どうでしょう。あ、いいえ、嫌とかそういうのじゃなくて、指揮官のバニーに対する印象というか、レイビルに対する印象というか、 角砂糖をフォークに立たせて火を。うふ。同じ酒でも、ちょっと、経のある飲み方の方が、楽しいと思いませんかおかわりはいつでもお伺いします。ね、できれば、同じものにしてくださった方が、確か。いいえ、頑張って覚えます。 ヒューストンの衣装、いつもよりフィットしてそうな。別に、そんなこともないような。あれ私もそうだったような。トレーって、なかなか持ちにくいんですね。これも、ご注文いただけそう。 ですか酒に合うお菓子ですかでは、ルイビル金星のスペシャルメニューを。大人っぽくて、少し懐かしい感じの味が評判です。うふふ。 今日の仕事内容は学園の見回り、装備の点検、ルイビルとデート。ん本当はデートだけでしたそ、そう今日の予定は、映画館に行って、新しいセットを視察して、それからご飯を食べて、 指揮官と一緒にすることですから、ちゃんと覚えています。昨日は指揮官は私と一緒に飲んでいましたよ。覚えていないんですかうそうか。指揮官が途中で潰れて、それから、な、なんでもないです。 指揮官、この書類はもうサインしましたよ。もう、指揮官のことは頑張って覚えるようにするって言ったのに。ほら、サインしてますよね。もう。はぁ、あ。えま、なんでもないです。 指揮官の顔をじっと見てたら、つい仕事をするのを忘れてたなんて、そんなの、あう。何か忘れたことはありますかうぅや、<laughs> やっぱり触りましたよね。もう、頭で覚えていなくても、 体は覚えていますよ。指揮官、お帰りなさい。お弁当を一緒に食べましょうか。うふふ、遠慮せず食べてください。指揮官が美味しく食べている姿を見るのが、私の栄養ですから。指揮官。 委託チームが戻ってきましたよ。差し入れのお弁当を、布団まで持って行きましょうかレディールー、指揮官と一緒に。はぁ。はぁ。ん。あれ、指揮官、なぜ私の部屋に んなるほど。ここが執務室でしたか。私、なんでそんな勘違いを。えー、っと、ここは本当に執務室であっています ズールレーン私服のサイズが合わなかったような私の好みはこんな感じでしたっけあれ私の好みを覚えてくれてるんですかまあ私も 指揮官の好みを覚えなくちゃ。